吉田さん、ブラックダックアニメ見てますか？私はね、ちょうど原作本を全巻メルカリで買って届いたんで、これから読もうかなと思って包みを開いてるとこなんですよ。で、そのためのね、本棚まで買いました。いや、手塚治虫作品って全部すごいんですけども、ブラックジャックが極めつけですね。火の鳥に次ぐ名作だと思います。まあ、そのテーマは一貫して生命の皮肉ですよね。ブラックジャックは何回も悩むんですよ。なんで俺は命を助けるんだ、人間はどうせ死に向かうんだと、どれだけ手を尽くしても結局死ぬんだ、何なんだこのドクターという仕事は、みたいにね、悩むんですよね。で、これをビジネスに置き換えたら、なんで金を稼ぐんだってことですよ。どうせ使うのに、なんで稼ぐんだと、いくら稼いだら満足なんだ、結局最後はいくら稼いでも墓場には持っていけないんだよってことなんですよ。じゃあお金を稼いで稼いで稼いで使いまくって使いまくって使いまくって人生は達成されたんですか？その問いかけはお金を稼ぎまくって使いまくった人にしかわからないんで、結局ほとんどの人類にはわからないってことなんでしょうね。で、私の場合は結構ね、その欲望の敷地が低いんで、そんなにお金いらないんですよね、助かったことに。え、本当にね、頑張れば稼げるような金額、まあ5億とか10億で全部収まるんですよ。まあできればね、宇宙の彼方に行ってみたいみたいなこともありますけども、そのためにはテクノロジーが育ってないんで、私の時代には無理でしょ。宇宙船ガイマトみたいな旅をしてみたいけども、銀河鉄道スリーナインみたいに宇宙を飛び出してアンデロメダに行ってみたいけども、テクノロジーが育ってないんで、いくら金を出してもそれは叶わぬ夢だからね。私はこの町で、この国で、この胸に収まるだけの夢を叶えていきたいですし、この手にね、書き抱けるだけの真実でいいかなと思ってるんですよ。綺麗にまとまったですかね。私の力量に合わせた夢を叶えるにはお金はそんなにかかんないなということでホッとしてるところなんですよ。与沢翼みたいにね、75億なければもっともっとなければダメだみたいなことはなくてね、私の、まあ、なんですよ、人生の器は、まあ、せいぜい10億円ぐらいなんで、これはね、作れるんじゃないかなと思ってますね。吉田さんはどのぐらいですかね、どのぐらいでブラックジャックによろしくなりますかね。いってらっしゃい。